こんにちは、孤独のライダーです。今日は広角レンズをつけての撮影テストです。せっかくだから走ってみました。ここは北上川沿いの吉布市緑地。おしゃれなお店が多いんですよ。タクボクさんの花碑です。寒いので外で食事する人はいませんが、暖かくなったら川を見ながら食事を楽しめますよ。繁華街の方にやってまいりました。またまた走っております。50近いおっちゃんが頑張っております。広角レンズだと疾走感が出るのでどうかなといったところなんですね。ここはバルというんですか、おしゃれな居酒屋って言うんですかね。猫ちゃんが走り去る感じです。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。私そろそろ疲労のピークを迎えております。あまり張り切りすぎると怪我をしかねません。もう病院にお世話になるのはこりごりです。自分で自分の用を出せない、あの屈辱感。もうあんな思いはしたくありません。あれ？焼肉？焼肉とおませといってのラーメン、キムチの乗ったキムチラーメンでございます。盛岡の焼肉屋さんでラーメンを食べるのはちょっと違う感じもしますが、他の地域ではどうなんでしょう。どうしても盛岡といったら盛岡冷麺のイメージが強い、思い込みってのはすごいですよね。僕も最近まで俺はもう走れないと思い込んでばかりいました。バイクじゃないですよ、自分の足で走ることですよ。今日走ってみて思ったんですが、まだまだいけてる感じです。脳の中では左中間への痛烈な当たりをぶちかまして、ファーストを駆け抜けセカンドベースを目指している感じです。あまりイメージを膨らませると足がつまずきかねません。この辺りでやめときましょう。
そうそう、このお店は焼肉平和でございます。韓国系ではなく中国の方が経営しているのでしょうか。だからラーメンに力を入れているのではないでしょうか。私は今日空の青に力を入れました。最近の空は綺麗ですよね。なぜかは分かりませんが、飛行機雲を全く見ることがなくなりました。飛行機が飛ばないなら親父が走るってな具合です。そして空を見て走り終えた優越感に浸る。かっこいいこと言ってますが、息切れしてるだけなんですよね。でも最高の空ですね。私の心を象徴しているようです。さてさて、場面はラーメンへと戻ります。やばい、後から来たお客がタバコを吸い出したぞ。俺はタバコが苦手だ。ということで今日はそそくさと撮影を取りやめて退散するのでございます。